ちょっと今お知らせをご覧いただいている間もですね、はい、中野選手がまだ今日ヒット打っていないということで、はい、どれぐらい皆さん連続ノーヒットが現役時代あったかっていう話でね、25、26とかですね、はい、中さんが、はい、僕ね15ぐらいあるかなっていう、もう全然記憶ないです。でもそう数えてないっていうの、福本さん、いや数えてない、僕は数えてない、21にやっと打ったかいう感じでね、まあまあアンラッキーもあったけどね。そうですね。でも意外と中野選手の場合はシーズンが始まると、例えば開幕第1打席で戸郷選手が打つとか、なんか一本でやっぱ変わる、スッといきますよ、変わりますよ。オープン戦でやっぱ良かったってことですよね。なんかね、これ30打席シーズンだったら本当かなりへこみますけどね。まだ今だったらいろいろ修正できますもんね、時間もあるしというところで、はい、で一方チームの勝敗でいくとですね、真由美さん、まあ、あまり勝ててないんですよ。勝ててないですよね。そうなんです。で、よく聞かれるんです、はい、大丈夫ですか今年、真由美さんも聞かれること多いかもしれませんが、僕ね、やっぱり心配なのは、はい、ピッチャーですよ。点が取れないっていうのは、はい、まあまあね、さっき話じゃないけど、野手っていうのは1本出たらまたコロッと変わったりとかするんですけど、はいはい、ピッチャーがね、打たれるっていうのがね、そんなに急に良くなってくるかな、打たれなくなるのかなっていうような気がするんですよね。今日実はフリップにですね、今年のタイガース、ここがいい、そしてここが気になるとまとめていただきました。ではお願いします。これすみません、真由美さん、はい、書き忘れじゃないですか。あのね、はい、ここがいいかなっていうところはね、はい、あるかもしれないんですけど、はい、あれだけね、オープン戦で負けるとね、やっぱりいいとこはないですよ、うん、今のところね、期待はね、できるんですけど、はい、やっぱ今のところちょっと見つからないんでね、やっぱりみんなもう一つ考え直してしっかりやらないといけないかな。やっぱキャンプの調整がね、バッターでいうとバットの形とかスイングの形とかっていうのはちょっとやっぱりおかしいんじゃないかなと思う、ね、バットが下から出てるとか上半身に力が入ってるとか、はい、そういうことがあるから、もう一回調整やり直さないと、やっぱあれだけ、ね、打てなかったらやっぱりそのくらいしないとダメでしょう。よくオープン戦の時に打ち込みしたりとかしてましたからね、早上がりしてね、まあ、別で練習してましたね、はいはい。まあ、今日も、ね、点が取れていないということですから、はい、まあ、当然特に今日からの3日間に関しては、うんうん、チームとしても、はい、開幕に向けて勝ちに行くというか、いい形を作るっていうのはありますもんね。ありますよ、うん、絶対ここは勝ちたいところですよね。あ、波に乗っていくっていうね。じゃあちょっといいところがないという意味の白紙だったんですね。そう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 。そうなんですか。で、心配なところはね、はい、先発ピッチャーなんですよ。これちょっと意外です。先発投手、みんな心配してないのかなと思うんですけど、うん、去年はね、大竹村上っていうのがね、はい、良すぎたって言ったら悪いけど、あれだけね、いい成績で今年いけるかって言ったら、やっぱりね、はい、だいぶね、落ちるんじゃないかなと思うんですね。だからその代わりにやっぱり投げてくれる若い人が出てこないと怖いな。となると、この村上投手は去年新人王でセリーグの MVP に輝きました、うん、まあ、前回の、ソフトバンク戦以外に関しては割としっかり抑えてはいたんですけれども、うん、はいはい、やっぱり去年のようにはという見解ですか。そうですよね。一番ね、良かったなと思うのは貯金ができたっていうことですよ、うん、大竹と村上でね、うん、はい、それがね、今年それだけ貯金ができるかなっていうところですよね。やっぱ他球団を研究してきますもんね。そうそうそう。それとね、ピッチャーって本当にちょっとしたキレがね、悪くなるとバッターからね、見やすくなってくるっていうね、うん、で村上なんて本当キレよくて、で大竹はバッターの手元でこう変化するっていうところで抑えてきてるから、あの変化がちょっと早かったりとかね、キレ悪くなったりするとね、捕まりやすいタイプのピッチャーじゃないかなと思って心配してるんです。となると、逆に言うと、そんな笑わないでください。隣で不安になってきてるとどうしようかと思ってるんですけど、はい、でも当然ファンとしては、はい、村上投手、大竹投手、大きな期待は我々しますから、ですよね、うん、そこに関して彼ら2人、はい、じゃあ今年はどういう気持ちでこれからシーズン開幕に向けて調整をしていけばいいですか。やっぱりね、去年投げすぎたっていうところもあるだろうし、うまくやっぱり体調をね、やっぱ元気な体を、ね、取り戻すことじゃないかなと思うんですよね。その変わったのが悪いけど、肩とか肘とかもね、だから休むって一回しっかり
休むっていうのは体を休めるっていうか力を体に蓄えるみたいなところが必要かなっていう、うんうん、なるほどね。このままの流れでいきますとこちらのフリップにおそらく開幕はこういう布陣でピッチャーは行くんじゃないかと予想です。あくまでも予想ではあるんですけれども、うん、1戦目青柳投手、2戦目が東京ドーム大竹投手か、まあ、門別投手の可能性もあるんじゃないかと、3戦目が才木投手で京セラドームに帰ってきて村上、伊藤将司、西勇輝という3人じゃないかなという予想なんですけれども、おそらくね地元に帰ってから村上投手は今までの流れでいうと1戦目でしょうからね、もうあの予想通りに、はい、あのローテーション組むんじゃないかなと思いますよ。なるほどね、うん、となるとこの、ね、大竹投手と村上投手がちょっと心配だという真由美さんですが、はい、逆にこの先発陣の中で今年鍵を握りそうなのは誰ですか。やっぱりねあの青柳じゃないかなと思います。開幕投手ですからね。そうです、はい、で去年ねやっぱりあれだけあの出遅れたっていうか調子あまり良くなかった、うん、そうなんですね、あの青柳にしてはね、はい、だから今年はやっぱちょっとやってやろうって気持ちでねシーズンに入っていくんじゃないかなと思うんですよね、はい、本人は相当強い気持ちを持って、うん、本当に野球人生においてもこの1年は重要な1年だという位置づけで、はい、今シーズンにかける思いは強いですから、まあ、そういう意味で言うと去年8勝ですからね悪いながらで8勝、はい、うん、そうなんですよね、うん、逆に言うと上積みも十分今年は上積みできると思うんですね。なるほどね、うん、青柳投手か。浜中さんはね先日も、大竹投手というふうにね、まあ、去年が、ね、貯金10個作ってるんで、うん、先ほど、ね、真由美さんも言われましたけどそこまで勝てる、はい、貯金作れるのかっていうところはやっぱり不安はありますけど、まあ、ポイントにはなってくるのかなっていうふうには思いますけどね。あとあの先ほどウィークリータイガースのコーナーで才木投手の話で、うん、ポジション変わるかもみたいなことをちょっとおっしゃってましたが、やっぱりね、はい、2、3回投げるまではっていうか球数がねやっぱり50いかないぐらいまではものすごくあのキレのいいまっすぐを掘るんですよね、はい、でフォークも掘るんで空振りを取れる三振を取れるピッチャーなんでね、はい、面白いかなというのを抑えに回っても面白いかなと思ってます。常にそう思って見えた抑えですか。うまさが悪い時にね、はい、そう思いながら見てたんですよ。そうですか。いやこれはもうだから抑えのピッチャーが良かったらね岡田監督も考えないでしょうけど、うんうん、ちょっとねその辺で悩み始めたら候補の一人になるんじゃないかなと。まあ長いシーズンですからいろんなことがおそらく起こるでしょうし、そうなった時にはというちょっとね球場を思い出すようなねボールを取れたら、そうですもんね、うん、やっぱり三振取れるってやっぱ大きいですよね、まあ、そうですよね、うん、速球も速いですからね、はい、わあなかなかそういう発想っていうのはちょっと今まで私はなかったので、はい、びっくりしましたけれども、あとリリーフ陣ですね、はい、今その抑えという話がありましたが、だいたい開幕に関してはこのような布陣で行くのではないかという予想なんですけれども、今年の布陣前見さんどんな印象ですか。いいですよね、去年良かったんでね、で本当に今年も大丈夫かなって、この辺がね疲れが出てくるポジションなんですよね、うん、はい、2年も3年も続けてっていうのもなかなかねできないんで、はい、シーズンの中ではどんどん後退していくんじゃないかなと思うんですよね、うん、はい、で若手のピッチャーがファームにもね結構生きのいいピッチャーがいるんでね、はいはい、その辺交えて、うん、やっぱ中継ぎあまり心配しなくていいかなって。なるほど、まあ、固定というよりはその時その時によってそうです、ね、調子のいいピッチャーを柔軟に岡田監督が起用していくのであろうと、はい、あなるほど、岡留投手あたりが福本さんかなりいいですね、はい、カバー上げてます ね、ちょっと打ちづらいですね。打ちづらいですか、うんうん、右バッター嫌ね。右バッターは嫌ですねちょっと腰が冷えてしまいますね、はい、なるほどね。あとはクローザーに関しては、うん、去年は、ね、湯浅投手でスタートして、はい、途中から岩崎投手に変わりましたけれども、まあ、ダブルストッパーというそんな報道もありますが、まあ、最初は、ね、岩崎でいくでしょうね。あ、はい、うん、で成績次第ですよ、ゲラーのね、はいはい、この辺が、ね、うまくいってると、ね、最近のこと考えなくてもいいんでしょうそうですね、そうですね、うん、
ゲラ投手と岩崎投手って、まあ、タイプがちょっと違う、うん、もちろんね左右の違いもありますし、はい、これ監督としてはどんなイメージで、うん、まあ、9回岩崎、8回ゲラっていう、まずは最初は行くでしょうね。そういうふうに岩崎がもうあれだけ経験してやっぱりあの成績ずっといい成績を収めてますからね、うん、はい、あまりあのその辺は悩まないんじゃないかなと思ってます。あ、うん、なるほどね。阿波野さん、ゲラ投手も球も速いし、はい、コントロールもいいし、もうなんか本当に開幕一軍セットアッパーで、あるいはクローザーでっていうね、牽制も上手いです、守備もね、もともと野手なんでやっぱ上手いですし、うん、158キロはね、なかなかやっぱ魅力のある投手ですよね。それだけのスピードボール投げれるっていうのはね。そうですね。真弓さん、やっぱり新外国人投手、あまり補強がこの多くなかったんですけれども、うん、はい、そういう意味で言うと、本当に期待の新戦力ですね。ですよね。本当にあの8回、うん、で、ちょっとあの岩崎が疲れてきたら9回に投げてくれるようなピッチャーになればね、本当に安心ですけどね。そうですね。やはり新しい戦力、例えばこの石黒投手もルーキーもそうですけれども、はい、うん、これは組織としてチームとしてやっぱり大事な台頭になりますか、新戦力というのは。そうですよね、うん、あのさっき言ったみたいにその1年間通してずっと調子のいいっていうピッチャーってなかなかいないんでね、やっぱりあのファームのピッチャーを含めてね、あの辺は全部埋めていってほしいなと。あとはまあ先発投手がいかに去年のような流れに持っていけるかというところが、それがどの時期なのかというところがポイントになるかというところでしょうかね。いやー、ちょっとだけ気持ちが前向きになりました。応援したいと思います、ね。はい。